韓国さん、イランインに練習中のピッチでさら仕上げ謝罪させてしまう。所属チームの試合日程のため前日午後に招集されたイランインはこの日、ソウルマポグソウルワールドカップ競技場で行われた公式練習に姿を現した。チームメートがグラウンドでランニングをする間、イランインは主催陣の前に立った。先月カタールアジアカップ期間に発生した下克上問題が世間に伝えられて以降、初めて心境を明らかにする場だった。腰を90度に曲げて頭を下げた高カメラ前に立ったイランインは、このように多くの人が訪れてくださって感謝し、このように機会を与えてくださったファン・ソンホン監督に感謝の言葉を伝えたいと述べた。続いて、アジアカップ期間には大きな関心、そして多くの応援を受けながら、それも報いることができず失望させ、本当に申し訳ないという言葉を伝えたかったと話した。そして、すべての方の苦言は今後、自分に大きく役立つはずで、多くの反省をする期間とし、良いサッカー選手だけでなく、より良い人間、そしてチームにもっと役に立ち、模範的な人になれるように多くの努力をすると約束した。イランインの謝罪現場を生中継に伝えた YouTube チャンネルには、負傷で練習をするチームメイトを背景に一人で謝罪する姿がどれほど恥ずべきことか本人は理解しているのだろうか、具体的な問題には触れず曖昧に済ませた。申し訳ないの一言で終わらせるには、本人が潰したものがあまりにも多い。インタビューでソン・フンミンに対する直接的な謝罪はなかった、などと批判する意見が相次いだ。恥って言葉があったんだな。韓国自体に恥というのがあるのかな。もう代表引退したらええねん。韓国なんて選手層薄いから、いずれ泣いて復帰してくれって土下座してくるよ。普通にかわいそうで笑った。それだけ孫が韓国人にとって敬うべき存在ってことなんやろうけどさ。ひどい。かわいそう。韓国世論のいけないところが前面に出てる騒動だったと思う。みんなが練習してる目の前で謝罪ってすごいな。これ視聴者向けに見せて、実際は他の選手たちへの謝罪会見か。ガキが調子こいたら問答無用でボコボコにするにぎさん好き。韓国は難しい国。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。